ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近、冒険者になりたくて、ラノベ読みまくってるんだけど、そこで冒険者の他に傭兵とかもよく出てくるのよね。ラノベ読んだら冒険者になれるのかは疑問だが、そうだな、傭兵っていうのも小説には結構出てくるよな。そうそう、それで傭兵って西洋にはいるイメージあるんだけど、日本にもいたりするのかな。ふふ、実はいたんだぜ。傭兵最強軍団がな。そうなの。どんな人たちなの？知りたいわ。じゃあ、今回は霊夢のために最強の傭兵軍団、雑賀衆について解説するぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。まずは霊夢、傭兵ってどんな存在かわかるか？詳しくはわからないけど、とりあえずお金で雇われて戦争に参加する人よね。おおむね合ってるな。主君のために、や義のためにというのが大切にされた戦国時代の日本でも、大名たちがこぞって、その戦力を欲した傭兵集団がいたんだ。ワクワク。それが雑賀衆だぜ。正直、聞いたことのない名前だわ。どんな人たちなの？この人たちが住んでいたのは紀伊の国、または紀州と呼ばれ、現在の和歌山県にあたる。戦国時代、ここは宗国といって、守護や国主が統治するのではなく、昔からそこに住んでいた地侍が集まり、農業や商業、林業などを営んでいたぜ。共和国みたいな感じかしら。戦国時代といえば大名、武将が統治してるってイメージだけど、それとは全然違うわね。そうだな、国の体制からしてだいぶ違うんだ。そして鉄砲集団として雑賀衆は有名なんだが、鉄砲が日本に伝来するよりもっと前から、多くの大名たちから傭兵集団として、その存在を知られていたぜ。なんと1467年の応仁の乱くらいから、すでに傭兵集団として活動をしていたんだ。応仁の乱って言ったら戦国時代の始まりの方かしら。随分昔から活動していたのね。1543年に鉄砲が伝来してきたと言われてるからな。雑賀衆には長い歴史があるんだぜ。この時代、大名の下に一枚岩のように、家臣たちが忠節を尽くして主君に仕える、というのが一般的だ。しかし雑賀衆が治める雑賀総国は、雑賀省、実家郷、中郷、南郷、宮郷という、5つの地域の地侍によって統治されていた。結構、多く分かれてるわね。それは一枚岩でないからこその苦労もありそうね。そして海側と山側、大きくは2つのグループに分かれるんだ。海派と山派ね、だいぶ文化も異なってそうだわ。その通りだ、霊夢。海派である雑賀省、実家郷は、漁業や海運を生業とし、一向宗を信仰しているグループだぜ。そして山派の南郷、中郷、宮郷は農業や林業を生業とし、真言宗を信仰しているグループなんだ。この山派の3グループは、三から未宗と呼ばれていたぜ。信仰してるものまで違うのね。しかも漁業とか農業とかやってるなら、戦闘とかしなさそうなのに、よく最強の傭兵軍団になれたわね。そうだな、そこにはいろいろな要因があるぜ。まず雑賀衆は本州ではまだ誰も鉄砲を見たことがない頃に、鉄砲を入手し、製造、増産することができたんだ。それは大きなアドバンテージね。雑賀衆5グループのうち、土橋家中心の雑賀省と鈴木家中心の実家郷は、当時、紀州の国で巨大勢力の寺院であった根室寺と、とても縁が深かったぜ。海派がお坊さんと仲が良かったのね。そして、その信徒や僧兵たちで構成されている根室衆と共に、海運業を営んでいたんだ。海派は山派の雑賀衆のおかげで大量に材木を入手でき、長距離航路も可能な大型の船を作ることができたんだ。強みが違う人たちが協力し合うと、そんな大きな力になるのね。そう、そして当然、九州の離島へも行けるよな。当時の種ヶ島の領主、種ヶ島と北加がポルトガル人から法外な値段で買い取った2丁の銃のうち、1丁を雑賀衆と縁の深い根室衆が手に入れたんだ。すごいわね、この頃のお坊さんって穏やかに平和を愛するというよりも、立地でマッチョだったのね。その上、銃の複製、製造も成功した。キャッパー、買ったも同然って感じね。しかし、ただ銃を作れたとしても、それを武器として使用できなければ、大名が欲しがる戦力にはなれないぜ。確かにそうね。銃を上手に扱い、狙った的を撃ち抜けるようになるまで、訓練が必要だ。それには高価な火薬や弾を使用しなければならない。最強軍団まで、まだ道のりは遠いわね。幸いなことに雑賀衆は海運業に長けていた。日本では火薬の材料となる、硝石が生産できなかったので、火薬や弾が入手困難だったが、それを交易によって手に入れることができたんだ。海派、山派の合わせ技ね。銃の性能を存分に研究し、銃を使い慣れるために多くの訓練を積むことで、雑賀を制す者は全国を制すと言われるまでの、高い技術と戦闘力を持つ集団へと変貌を遂げていったぜ。なるほど、運もあったんだろうけど、5つのグループが協力し合って、最強軍団になれたのね。
霊夢がもし戦国武将だったら、一番怖くて戦いたくない人物って誰だ？そりゃあもちろん、殺してしまおうホトトギスの信長よ。そうか、実は雑賀衆が最強の傭兵集団として伝説になっているのは、あの織田信長に、執拗に攻められながらも、大敗することはなかったからなんだぜ。そうなの。それは確かにすごいことだわ。別の傭兵集団であった、今の三重県伊賀市、名張市の伊賀の国、伊賀衆も織田信長と戦ったんだ。その結果、伊賀衆は敗れ3万人もの人が織田信長によって惨殺された。それに対して雑賀衆は、織田信長と戦い、最終的には降伏はしたけど、伊賀衆のように、大きなダメージを受けはしなかったんだ。これはもともと雑賀衆が強固な一枚岩ではなく、5つの派閥によって構成されていたことが、功を奏したんだぜ。へぇ、一つになってた方が強そうなのに意外ね。まず織田信長が関西に侵攻してきたのは、雑賀衆を倒すためのものではなかったんだ。雑賀衆？そんな雑魚など、全く眼中にないわ。わしの敵は、全国から湧いて出てきて目障りな一向衆じゃ。奴らの総本山である石山本願寺を焼き払ってくれるわ。と織田信長の狙いは石山本願寺だった。湧いて出てくるって、人のこと虫呼ばわりね。さすが魔王だわ。その信徒である雑賀衆は自らの意志で本願寺側につくことを決めるんだ。しかし、海派の雑賀党と山派の太田党では宗教が違うから内部でいさかいが起こった。わしらの在所には、本願寺さんの寺もたくさんある。しかも、わしらは本願寺さんの信徒じゃ。雑賀門徒と言われ、とても頼りにされとる。ここで長谷さんじないと、ご先祖様に申し訳が立たんぞ。と、海派の雑賀党が意見を言う。いんや、そんな事情なんぞ、わしらの知ったことやない。わしらが懇意しとる根室寺さんは、織田信長殿を敵視しとらん。どうしても、本願寺さんのために戦うっちゅうなら、そちらだけで行けばいい。と、石山本願寺のために戦う義理はないと山派の太田党は主張するんだ。見事に意見が分かれちゃったのね。ああ、だが渋々太田党、雑賀党両者で石山本願寺救援に向かい、強敵、信長相手に鉄砲を使った攻撃で大きな戦果を上げるぜ。そんなに揉めたのに結局、協力したのね。喧嘩するほど仲がいいってことかしら。その雑賀衆の活躍によって、織田信長の矛先が一直線に雑賀衆へ向けられることになる。そうなるわよね、雑賀衆の皆さん逃げて。そして雑賀の攻略を目論むんだ。信長は敗因を分析し、水軍の船が燃やされたことと鉄砲での戦力に大きな差があったことに注目した。けれども、雑賀衆と同等の鉄砲集団など、日本のどこを探してもいない。そこで信長は、あの厄介な雑賀衆の鉄砲さえ、どうにかすればよい。なあに、打ち手を減らせばいいだけのことじゃ。と策を練るぜ。怖いわ、もう魔王様からは逃げられないわね。信長は、むやみに戦を始めるのではなく、まず太田党を取り込んで内部分裂させ、戦力を削いだ。太田党はしぶしぶついていった方だわ。やる気のない方から攻略したのね。それでも、残った雑賀党は1ヶ月近く粘り強く、信長軍と戦ったぜ。しかし、結果として雑賀衆は信長の軍門に下るんだ。信長、よく許したわね。派閥は違うが、太田党がすでに信長の味方になっていたし。この戦は雑賀衆同士で銃口を向け合い、戦ったりもした。わしを敵として戦ったのも雑賀衆なら、わしのため仲間に銃を向けてまで戦ってくれたのも、雑賀衆じゃ。もう、わしに抵抗せぬというのなら、命は助けてやろう。と信長は許し、配下に置くことにしたんだ。内部で意見が分かれていたからこそ、助かったのね。しかし信長という巨大な権力者と関わったことで、もともとまとまりが良くなかった。雑賀衆が内部分裂していくことになる。派閥の関係って今も昔も難しいわね。雑賀党の有力者、鈴木家と、太田党の有力者、土橋家は、もともとあまり仲は良くなかったんだ。微妙なバランスの上に成り立っていた仲なのね。雑賀党は本願寺を信仰している海派で、鈴木家はその中の最強勢力であり、とても発言力が強い一族だった。一方、山派の土橋家は、根室寺と深い関わりを持っている家柄だぜ。両者は信長と戦った石山本願寺戦でも別行動を取り、どちらの党首も強力な戦力の雑賀衆を、率いる能力に長けていたが、お互いの主張が折り合わず、敵対することになる。そして雑賀衆同士の本気の殺し合いにまで発展してしまうんだ。ああ、持ちつ持たれつの、絶妙なバランスが崩れてしまったのね。それを見て信長はこう考えた。傭兵という輩は、非常に扱いにくい。利用しようとして下手に生かすより、根こそぎ潰しておくのが得策じゃ。そして、この雑賀攻めの5年後に起こった伊賀の乱で、雑賀衆と同じ傭兵集団の伊賀衆を殲滅した。さすが、殺してしまおうホトトギスだわ。信長は雑賀衆との戦いを経験して、傭兵の使い方を間違えれば、厄介な敵になることを知ったんだな。
そういう容赦ないとこも信長の魅力ね。最下衆はその戦闘能力ゆえに、時の権力者に敵視されるようになっていくんだ。内部分裂もしてるのに、さらに外部にまで敵が現れるのね。信長亡き後に、根頃衆は徳川家康に雇われるぜ。大企業からまた大企業に転職したみたいね。家臣として従うというよりは信長の後継者となるための戦いで、家康を出し抜こうとしている、豊臣秀吉を倒すためにな。秀吉と家康が小牧、長久手で戦っている最中に、最下衆は家康の要請で、秀吉の本拠地である大阪へと挙兵するんだ。戦果としては大きくはなかったんだが、この行動が秀吉の逆鱗に触れるぜ。怒らせてはいけない人を、怒らせちゃったわね。ヌスッとが留守中に火をかけに来るようなものじゃ。誰にも尻尾を触れぬよう、奇襲の山犬どもを一掃してやるわ。言い方すごいわね、激怒だわ。そして大軍で最下衆の本拠地へと攻め込んできたんだ。信長と同じね、あの恐怖を再び。大名同士であれば、同盟を結んだ相手に援軍を送ったり、大名自らが兵を率いて共闘したりするが、最下衆は傭兵集団だ。大阪を攻めたのは家康の要請ゆえなのに、秀吉によって最下衆が攻められていても、最下衆とは同盟を組んだわけでもなし、わしが助ける理由はない、と、家康はだんまりを決め込むんだ。たぬきねえりされちゃったのね。そういうところが傭兵の世知辛さね。信長との戦いで生じた諍いで、最下衆の結束も弱くなり、戦力も大きく削がれていた。最下党と太田党で内輪揉めもあり、そのことで同士打ちも多発して、最下衆は大混乱に陥った。大揉めじゃない、もう戦どころじゃないわね。秀吉の得意技、水攻めによって、最下衆の最後の砦となった太田城が陥落したぜ。そして最強集団としてはあまりにもあっけなく、最下衆は歴史から姿を消していくんだ。悲しいわ、すったもんだの結末だったわね。霊夢、最下衆に生き残りもいたんだが、その後が気にならないか？気になるわ。どういう行動を取ったのかしら？生き残った最下衆は本業としていた農業や漁業、林業などをそのまま営んだり、また鉄砲の腕前を大名に売り込もうと、奇襲を離れる者もいたぜ。たくましく生きているわね、そういうの好きよ。せっかくの技術をこのまま生かさないのはとても惜しい。幕府に敵対する気はないが、やはりわしは強い国の主でありたい。と、未だにそういった野心を持て余している者もいたんだ。そこで、先代の伊達政宗が仕官先に困っている元最下衆に目をつけたぜ。ここで伊達政宗か、意外な人物の登場ね。政宗は仙台藩の水軍を組織したいと考えていたんだ。しかし、江戸幕府の成立からまだ日も浅く、軍備を整えている、謀反の恐れありなんて、幕府に睨まれたら、お家取り潰しになってしまうので、迂闊に声をかけられなかった。なかなか派手な動きができない時期だったのね。そこで、奇襲にある木材を寺の修理に使いたいので、運んでほしいと。元最下衆であることを承知で、過去衆として仙台へ呼び寄せたんだ。さすが政宗ね、やり方がスマートだわ。その末裔の人々は仙台の松島に住み、鈴木の姓を名乗ったんだぜ。子グループの中に鈴木家っていたわね。そう、その鈴木家の末裔だ。今でも観光船の操縦をしたり、海運業についている人が多いんだぜ。私の友達にも仙台出身の鈴木さんがいるわ、最下衆の子孫かしらね。それはわからないが、私のご先祖様は最下衆という、戦国一の傭兵集団で、腕利きの鉄砲の使い手でした。なんて言えたらかっこいいよな。そうね、羨ましいわ。最下党の鈴木家は当主の名前を、代々孫一として世襲していたぜ。名前を世襲っていうのも、なんか心かき立てられるわ。最下衆の本拠地だった和歌山市は、梅の名産地でもあるんだが、その鈴木孫一を忍び、また町おこしの一環として、その梅の花が咲く3月頃に、孫一祭りが開催されるんだ。確かに紀州の梅は有名ね。火縄銃の実演や武者行列、最下衆についての講演や甲冑体験などができるぜ。戦国ファンにはたまらない企画ね。ということで、今回は戦国の最強傭兵集団、最下衆について解説したぜ。奇襲の傭兵さんが、どうやって最強軍団になっていったのかが、よくわかったわ。海派、山派のグループがお互いの足りないところを補い合いながら、成長し、最強とまで言われ、後世に名を残せたのよね。そうだな、それぞれの派閥が己の意見や思想をしっかりと持ち、知恵や技術を出し合いながら、あの厳しい戦国の世を勝ち上がっていったんだ。けれども、そういう多様性があるというのは、諸刃の刃でもあったんだ。それをまとめ上げるリーダーがいなくなった時には、とても脆く、結束がすぐに崩れてしまう。そして時の権力者にいとも簡単にかき消されてしまったんだ。現代にも通じそうな話ね。しかし、それぞれに信仰というどうしても譲れないものがあったからこそ、
後世に名を残すほどの傭兵集団となれたんだぜ。そうね、何をなすにも、信念や強い思いがないといけないわね。全くその通りだ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。